時を迎える。慌てる必要はない。星と深淵を目指せ。お二人とも、またお会いしましたね。キャサリン、何かオイラたちにいい依頼はないか？依頼ですか？そうですね。本日の午後、教練院で行われる学術報告会にて、愛の詩を読む。こんな依頼はいかがでしょうか？なんて？さらに、詩を読んだ後の皆さんの反応も、写真機に収めてきてください。なんでそんな依頼があるんだよ。そうですか。どうやらこの依頼は、お気に召さなかったようですね。でしたら、オルモス港にいるエルマイト旅団の団員を、孤児院で働くように説得してきていただけませんか？なんだよ、それ！ええ、傭兵たちの反応も、きっと面白いものになるでしょう。ちょっと聞きたいんだけど、これって、どんな奴からの依頼なんだ？依頼人ですか？実は、単にあなた方がこういうことをするのを、私が見たいだけです。もうバレちゃった。実際に依頼を引き受けてくれるのを期待してたのに。人間観察をする絶好の機会だわ。ナヒーナだったのか。オイラもキャサリンがそんな変な冗談を言うわけないって思ったぜ。ナヒーナ、いつの間にキャサリンの意識に入ってたんだ？うん。星と深淵を目指せ。からかしら？それ、初めからってことじゃないか！それで、お前、もう十分休めたのか？ええ。前にあなたたちと別れてから、ずっと深い眠りについて、長い夢を見ていたわ。やっぱり、過信探査の夢だったけど、今回のはいい夢だった。夢の中で、私は花壇の中央に座っていて、スメールシティの人々が手をつなぎながら私を囲んでくるくる回っていた。みんな楽しそうだったわ。私は飾り付けられた巨大なフロート車の上で花の騎士ファーリスに高く抱え上げられて子供たちにヤルダーキャンディーを投げてあげていた。ナヒーダ。もしかしたら本来の過信探査はその夢と同じ感じだったのかもな。みんな楽しくお前の誕生日を祝って。あら？私はとても楽しい夢の話をしているのに、どうしてそんな表情をするの？もしかして、これが同情というもの？いやいや、同情だなんて、もっとかわいそうに見えちゃうじゃないか。ナヒーダ自身が悲しくないなら、それでいいんだ。そういえば、ドニアザードの様子は見に行ったか？今あいつ、どうなってるんだ？あれから風魔池の人が、部外者の立ち入りを禁止したせいで、会う機会がずっとなかったんだ。ええ。目覚めた後、彼女のお見舞いに行ったわ。その時は、ちょうど休んでいたようだったけど、病状は安定しているとはいえ、人の身に生じる、死域とも言えるマリン病は、世界樹の誇張問題を解決しない限り、根本的に治せはしない。でも、今の状況からすれば、賢者たちが何をしているのか、何を計画しているのかを、はっきりさせることが最優先よ。おお！万が一、過信探実の輪廻みたいな事件がまた起こっちゃったら、どうなるかわからないもんな。ええ。賢者たちを調査し、計画を阻止することを一番に考えましょう。具体的にどうするかは、
場所を変えて話した方が良さそうね。ここは冒険者がたくさんいるからだな。冒険者たちのみんな、悪いけど看板娘のキャサリンはオイラたちがちょっと借りてくぜ。ここで話しましょう。賢者たちの計画をどうやって調べるか。ナヒーラはもう何か思いついたのか？実はすでにいくつかの方法を試みているの。ただ今はまずあなたたちの考えを聞きたいわ。本当の狙いが定かでない今、暗がりに潜む私たちがリスクある行動を取ることはとても危険なの。どんな結果を招くか到底わからないわ。何せ今はスメールシティの民全てが人質の身なんだもの。ダメよ、リスクが大きすぎる。見つかるリスクのことか？ううん、そうじゃない。私が言ってるのは、関係のない学生を巻き込んで彼らの人生を狂わせてしまうリスクのことよ。そんな方法、己の目的のために民の安全をないがしろにする賢者たちと同じになってしまうじゃない。それもそうだな。さすが神様だぜ。その方法はすでに試したけれど、教令院の者は内部の重要人物から30人団の護衛までみんなアーカーシャ端末を意図的につけていなかったの。彼らはかなり早い段階からアーカーシャ端末による情報漏洩を避けていたようね。もちろん私の存在を意図的に警戒している可能性も否定はできないわ。賢者たちはもうお前のことに気づいてるのか？まだ気づいていないと思うけど、もし彼らが私に関する噂に注意を払っていたら、警戒しても不思議じゃない。だから彼らの意識を直接占拠することはできないの。もうどうしようもないのか？ナヒーラ、実はまだ方法があるんだよな。お前はすっごく頭がいいんだし。なあ、もったいぶらないで言ってくれよ。実行不可能な案を先に否定しておくことで、これから出す実際の計画に重みを持たせる。これが教令院の陰謀派における主流な考え方よ。わかってるって。でもお前は知恵の神だし、こんなことしなくたってオイラたちはお前の話を重視するぞ。あら、そうなの？私の考えはこうよ。現状、重要人物の意識に直接憑依することも、一般市民を巻き込むこともできない。だったら無実でない上に、はっきりとした立場を持っていない人を見つけて、協力してもらいましょう。それって、内通者を作り出すってことか？確かにいい方法だな。オイラたち、前にアルハイゼンってやつと知り合ったんだけど、いつも一人で行動してて、教令院に隠れていろいろするのが好きなんだ。多分、教令院の仲間じゃないと思うぜ。実は、もう人選は決めてあるの。セタルという女学者を覚えているかしら？セタル。ああ、覚えてるぞ。確か、いっつも教令院の大賢者の後ろにいた部下だよな。
過信短日の輪廻を過ごすたびにあいつに会ってたからな。知り合いと言っても過言じゃないぜ。確かいっつも偉そうにきつい喋り方でニーローに話しかけてたよな。ええ、私は普段いろんな人々を観察することが好きなのだけれど、中でもセタレは特に特殊な人物の一人なの。彼女は砂漠地帯出身なんだけど、学問の天才なのよ。その際は砂漠の民の中でも一番。そんなわけで、特別に教令院に入り、賢者たちの傍らに仕える助手となった。砂漠の民だったのか。確かに珍しいな。スメールシティの近くで見かける砂漠の民って、ほとんど傭兵だけだったもんな。セタレという名前には、星という意味が込められているの。砂漠の中の彼女はまるで、夜空で最も輝く星のようだった。その後、太陽は彼女を選んだわ。彼女は星という身分で、白昼の空を訪れ、太陽の光を引き立たせていた。でも、ほどなくして彼女は、灼熱の太陽が大地を燃やし、あまたの災害をもたらすのを見た。星はためらい始めたわ。こんな太陽に協力するよりも、夜に帰って星空を照らした方がよほど良いのではないかと。でも結局、彼女は白昼の光に執着するあまり、恥じる思いを心の奥底に隠してしまった。そうして、星は目を閉じたの。今の話だと、セタレはここの学術環境に執着してるみたいだったけど、でも本当は教令院のやり方には反対してるんだろ？しかも心の中じゃ故郷の砂漠に負い目を感じてるみたいだし、問題から逃げてるだけじゃないか？確かに、複雑な問題に直面したとき、大部分のものは耳を塞ぎ、取り返しのつかない事態になるまで、流れに身を任せることを選んでしまうものよ。たとえ彼女が罪悪感を抱いていたとしても、知らず知らずのうちに、彼女も賢者たちの共犯者になっている。だから、咎めを免れることはできないわ。ええ。もう一度セタレに問題を直視してもらうために、方法を考えないといけないわ。うまくいけば、彼女から情報を得られるだけでなく、彼女自身も、贖いの機会を得られる。私の見ていた限りでは、セタレは10日に一度休暇を取って、教練院を離れ、一人でシティに来て買い物をするの。そしてちょうど、明日の午後が、彼女のショッピングデー。つまり、チャンスよ。下準備にまずは、彼女がいつも行く場所へ行き、そこの人々と話をしておきましょう。Thank you.
くる占い屋よ。セタレに関する情報を聞き出すのか？いいえ、セタレに関する情報はもう十分だわ。今は天使の話し方と重要な情報に注意を払うのが肝要よ。話し方と重要な情報？迷える子羊たちよ。自らの運命に戸惑っているのかしら。神の英知あふれるお声は、時に私の耳を訪れる。もしもあなた方が神の慈悲を受けているのなら、あるいは、あなた方を導くことができるかもしれない。え、そうなのか？ナヒーラ、よくこいつにこそこそ話でもしてるのかよ。私の友達が未来について迷っているので、どうか彼を占っていただけませんか？いいわ。なら。おや？どうやらハールートとマールートは、あなたのことがあまり好きじゃないみたいね。何か神に失礼なことでもした？風神の悪口を言ったり、眼神にご飯をたかったり、雷神と大立ち回りを演じたり、それくらいか？うん。何でもありません。さあ、占いのテーマを選んでください。恋愛運ね。わかったわ。ふむ。聞こえた。聞こえたわ。あなたと縁のあるものは、こんなにたくさん？多すぎるわ。ハールート、マールート、あなたたちが占いの邪魔をしたの。こんなふざけた結果、見たことないわ。占いが合ってるって可能性は考えないのか？はぁ、わかったわ。今日は調子が良くないみたい。特別に今回はお代をいただかないわ。そうでしたか。それなら仕方ありませんね。今度は猫の餌でも持ってきてちょうだい。ハールートとマールートに喜んでもらえたら、あるいは運勢が変わるかもしれなくてよ。マルートとマールートがこんな態度を取るなんて珍しいわね。セタレはよくこの店に。ええ、セタレがスメールシティに来たばかりの頃、よく天使のアキムに世話になっていたのよ。だから暇さえあればここに来ているみたいね。後で彼と話をするから、会話の細かいところまで詳しく聞いておいてちょうだい。お客さん、掃除機を見てかないか？ええ、ちょうど見に来たんです。腕がいいとお聞きしたものですから。お、君のことは知っているよ。冒険者協会のキャサリンさんだろ。こいつはどうやら大仕事の予感だな。お聞きしたいのですが、造形はどちらで学ばれたのですか？
親父から習ったのさ。実は親父が盛んでな、造形を学ぶ中で泥細工に興味を持ち始めたのがきっかけだった。やがて親父に隠れてこっそり陶磁器を作り始めたんだが、これが結構いい出来だったんで、そのまま転業したんだ。ただ残念ながらアーカー社から提供される知識はあまり活かせなかったかな。自分の好きなことをやるのっていいよな。そうですね。お父様は今も盛んを？いや、何年か前作業してた時に屋根から落ちて足を折ってしまってな。どうせ一生分の金は稼いだってんで、思い切りよくオルモス港で隠居生活を送ってるよ。そうだったのですね。お父様が幸福な老後を送られることを祈っています。今度また日を改めて教会の広報勤務員にここの品物を見に来させますね。本日はこれで。そうか、安心してくれ。きっと満足のいく品物が揃ってる。キャサリンさんと話すのは初めてだったもんで、結構緊張したよ。ここが最後の場所よ。シェテルは教練院にいるとき、いつもこのレストランの味を恋しく思っているみたい。だからシティに来るたびここへ寄るの。すごく詳しいんだな、ナヒーダ。スメールの民を見守ることが私の義務だもの。あなたを港口のあたりで見たことがあるような。え、そうなんですか？ええ、他の方と船舶の設計についてお話しされていたようでした。あの時ですか。昔から船舶に関する技術的な問題に興味があって、私は流鋭港で育ったものですから、小さい頃から船が行き交う様子を眺めるのが大好きだったんです。その後スメールに留学したんですが、あいにく才能もなく落第してしまって。ですがそれでもいつも各界の学者と関連問題を議論したり、レストランの地下室で勉強と研究をしたりしています。次の教練員の試験には必ず受かる自信がありますよ。なんと素晴らしい学問の精神でしょう。感服します。みんなすごく努力してるんだな。ここのレストランに地下室があるなんて知りませんでした。ああ、そうなんですよ。でも普段はお客さんには開放していません。ほとんどは店員の休憩用とかプライベートなイベントを開くときに使われてます。そうだったんですね。なるほど。キサンさんの学問が順調にいくことを願っています。ありがとうございます。私は教練員の正式な生徒になれればそれで満足ですよ。キャサリンさんの話し方ってこんなんでしたっけ？私の記憶違いかな。これで全員か？ええ、シェテルの顔見知りが3人もいれば十分ね。でもこんなにたくさんの情報、何の役に立つんだ？どうやってセタレに自分の立場の問題を直視させるのか。ナヒーダはまだ話してくれてないよな。セタレは逃避することに慣れてしまってる。まずは彼女の心理的防御を取り払う必要があるわ。前にも言ったでしょ、オルモス港のエルマイト旅団がキングデシェレトの復活が近いって言い広めてること。たとえデタラメでも、こういう砂漠地帯の信仰は彼女の弱みをつくにはちょうどいいのよ。あ、わかったぞ。セタレの故郷に対する罪悪感を利用するんだ。
かな。あいつは砂漠の民を助けるべきだって思ってるけど、実際は全くの逆で、教令院の賢者たちと悪いことをしてるから。でもそれって具体的にどうやってやればいいんだ。まず本物のキングデシレトを出すことは不可能。次にシェタレはとても頭がいい。単にキングデシレトの信徒を装って交渉するんじゃきっと警戒されて望んだ結果を得られないわ。でももし私たちが彼女の知り合いを借りるなら、その限りではないかもしれない。セタレの知り合いに憑依するってことか。ええ、アーカー社を通じて憑依した後、キングデシェレトの信徒であるふりをする。そして偽物のキングデシェレトの意思を伝えるの。自然に振る舞えればきっとセタレの心理的防御を突破できるわ。彼女が私たちの方法に気づくことはないはずだから。憑依がバレないようにあの人たちの情報を集めてたのか。確かに本人たちに見せないとダメだもんな。そうだから、彼らの真似はあなたたちに頼んだわよ。うえ、オイラたちが。でもオイラたち憑依なんてできないぞ。大丈夫よ、私が憑依してから感覚をあなたに共有するわ。結果から見れば憑依の力を得たも同然よ。必要なのはアーカー社端末をつけることくらいね。そんなに簡単だったのか。でもなんでこいつじゃなきゃダメなんだ。ラヒードは自分でやらないのか。私、人間の観察はずっとしてきたけど真似るのは得意じゃないの。ああ、確かにそれは気づいてたぞ。キャサリンの真似結構ぎこちなかったもんな。できればあの民たちの意識を占有なんてしたくなかったのだけど、事情が事情だし今は気にしていられないわ。そうだな、これもみんなのためなんだ。ちょっとの間借りるだけだし、そんなに気にしなくていいと思うぞ。ええ、では明日の午後に動き始めましょう。ために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。来たぞ、セタレだ。やっぱり現れたぞ。まずはこっそりついていって、シェタレが知り合いと話してる時に隠れた場所を見つけて憑依しましょう。どんな話でシェタレを動揺させるかについてはあなたに任せるから。信じているわ。緊張するぞ。行こうぜ。話が始まったみたいだぞ。隠れた場所を見つけて憑依しようぜ。確かに恋愛に関することは無理にとは言えないし、私の周りにいる人も私と身分が違いすぎるから。ねえ、
聞いてるの、ナビア？ああ、聞いてるわよ。恋愛の悩みでしょ。聞こえてたわ。そう、さっきぼーっとしてたから。あら、猫ちゃんたちが君に威嚇してるようだけど、どういうこと？この子たち、普段は結構温厚だったわよね。名前は何だったっけ？そうそう、ハールートちゃんにマルートちゃんね。本当に可愛いわ。そうだ、今日は何を占いたいの？神のお声を聞くために来たんでしょ？それが、また恋愛運を占って欲しかったんだけど、正直最近は心が乱れてて。乱れてる？いっそのこと、私のプロジェクトがいつ完了するのかを占ってくれない？本当に一刻も早く終わらせたいの。そう、わかったわ。神にお答えを聞きましょう。ふむ。神はこう言っているわ。セタレ、なぜ家に帰らない？家に帰る？まさか神は本当に私の考えがわかるの？セタレ、なぜ家に帰らない？今度は強めに問いただしてるみたい。すごく怒ってるみたいよ。ごめんなさい、神様、ごめんなさい。私の代わりにお詫びの意思を神様に伝えてくれる？怒りを鎮めてくださるよう言って。ねえ、聞きたいんだけど、ナビア、君の耳元で話してるのはどの神様なの？幼稚で無礼な問題ね。もちろん、最も偉大で最も英明なるキング・デシェレト様に決まってるじゃない。キング・デシェレト？道理でそのことを。いえ、キング・デシェレトは遥か昔に亡くなっているはずよ。確かに最近キング・デシェレト復活の噂が広く流れているけど、あれは全て教令院がわざと流した偽情報だもの。キング・デシェレトがまだいるはずがないわ。ブレーナ、私はキング・デシェレト様の最も忠実なる信徒。その私の耳に届いた神のお声を否定するっていうのは？いいえ、私はただキング・デシェレト様の恩恵がここまで広まっていたなんて知らなかったから、砂漠の民として光栄に感じていただけなの。キング・デシェレト様のお言葉についてしっかりと反省しておくわ。ごめん、それじゃあ今日はもう行くわね。待って。小走りで行っちゃったんな。すごく慌てた様子だったぞ。悪くなかったわ。セタレも怪しんではいないようだった。心の中でずっと避けていた事柄について、ここに来て急に問いかけられるなんて、さぞ心に響いたことでしょう。ナヒーダ、お前って人の心が結構わかってるみたいだな。これは実践に欠ける知論派の理論に過ぎないわ。まあ、あなたたちと過ごす中でこの理論の多くが間違ってるってことに気づいたから、よくわからなくなってるけど。さて、そんなことは置いておいて、セタレを追いましょう。やっぱりアキモのところに来たな。早く憑依の準備をしようぜ。
さっきちょっと予想外のことに遭遇しただけ。大丈夫よ。そういえばこの間仕事の紹介をしてほしいって言ってたわよね。何の仕事だったかしら。ああそうそう、お父さんの後を継ぐのよね。私ったらこんなことを忘れるなんて。そういえばお父さんの具合はどう？少しは回復した？はあ、よかったわ。実は私、君のお父さんのことがずっと心配だったの。今度休みが取れたら私もお見舞いに行きたいわ。そういえばお父さんはまだオルモス港にいたわよね。ああ、オルモス港の方で悠々自適に暮らしてるよ。じゃあ機会があったら手紙でも送って注意するよう伝えてあげて。最近オルモス港を中心にキングデシェレトの信仰が拡散してるの。君のお父さん結構気が強いでしょ。しかも宗神の信徒だし、信仰の違いでキングデシェレトの信徒と衝突しないか心配なの。ほう、それでセタレはどっちの立場なんだ？教令員か、それともキングデシェレト様か？それは、はあ、君は砂漠の民だもんな。羨ましいぜ。だが残念ながら君はキングデシェレト様を裏切って教令員の奴らと一緒にいることを選んだ。アキム、まさか君もキングデシェレトの信徒だったの？英明なるキングデシェレト様を信仰することがそんなにおかしいか？というかおかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか？立場がはっきりしてない。おお、お前にこんな才能があったなんてな。これでさらに問題に目を向けさせることができた。とてもストレートなやり方だったわね。もう確かにセタレが少しかわいそうだったけど、でもことが終わったらいつか彼女の意識に入って全てを説明するつもりよ。さて引き続き彼女を追いましょう。私のことを怖がったりして。キさんは最近シティで何かおかしなことを見なかった？その誰かが布教しに来るとか。ところで最近起きたおかしなことですが。そうですね、変といえば何度も過信探査の日を繰り返し過ごしたことでしょうか。待って、君がそれに気づくはずは。ありえないわ、報告にあったのと全く違う。教令員の小細工で全ての民を騙そうだなんて元から無理なお話なんですよ。まだわからないんですか？貴さん、まさか君もキングデシェレトを信奉しているの？おかしな聞き方ですね。まるでキングデシェレトの信徒であることが悪いことみたい。私からしたら教令員に協力してシティの民たちを実験台にしているあなたの方がよっぽど悪いと思うんですけど。それ以上言わないで。ここまで来たのにセタレはまだ逃げることを選ぶのか。いえ、彼女の心理的防御は崩れ始めているわ。あ、衛兵のところに行ったぞ。どうするんだよ。
よ。憑依の準備は。ねえ、傭兵さん。君は30人団の人よね。今すぐマハマトラに、シティの状況が非常に危険だって伝えてちょうだい。落ち着いてください。何が起こったのか、詳しく説明してください。異教の勢力がシティ内に浸透してきていて、群衆の中で拡散し始めてるの。異教？どのような異教でしょうか。キング・デシェレトよ。私の知り合いの多くが突然キング・デシェレトの信徒になったの。でもキング・デシェレトは遥か昔に亡くなっている。こんなのありえないわ。ありえないことはありませんよ、セタレさん。どうして私の名前を。キング・デシェレト様は永遠に滅びたりしません。そして自分勝手に無謀な行為をする者は必ずや代償を払うことになるでしょう。もう逃げるのはおやめなさい、セタレ。今のあなたは流砂に飲まれているのと同じ。たとえその寮の目を閉じていても、教練員はあなたの足に絡みつき深く沈め続ける。あなたのいるべき砂漠はここではないのです。キング・デシェレト様の民よ。英明なるキング・デシェレト様を信仰することがそんなにおかしいか。というか、おかしいのは立場のはっきりしない君の方なんじゃないのか。おかしな聞き方ですね。まるでキング・デシェレトの信徒であることが悪いことみたい。セタレ、なぜ家に帰らない。今日はどこに逃げても君たちみたいなキング・デシェレトの信徒に会うのね。この感覚なんだか懐かしいわ。確かに私はずっと罪悪感から逃げてた。賢者たちに協力していることとか、故郷の村の子供たちから来た手紙を無視してることとか。でもどれだけ逃げても罪悪感は私を襲う。どうしても払拭することはできなかったわ。問題を直視することが必ずしも今の研究環境を奪われる結果につながるとは限りませんよ。それに苦痛の中で研究を続けることがあなたの望みではないでしょう。どうして私のことをそんなに知っているの。君はただのキング・デシェレトの信徒よね。それともまさか当のキング・デシェレトなの。そんなことよりも重要なのは、私たちが教練員と賢者を罰し間違いを正すということです。あなたがこれに協力してくれるというならば、それもまたご自身の贖罪となるでしょう。実は私は神を信仰していないの。でも巡り合わせについてはずっと信じてきたわ。君たちが現れたことはきっと私の現状を打破するきっかけになるに違いないと思う。今、私が君たちのためにできることは何？今の賢者たちがしていることについて、どれだけご存知なのですか？私はただ、無教量産過程の設計者の一人に過ぎない。そう、あの過信探査の時に起きた出来事のことよ。プロジェクトの全容については知らないわ。おそらく核心に近い人員しかあれの機密ファイルには接触できないのでしょう。私は大賢者の要求に従って手元の仕事を終わらせていただけよ。でも確かに気になることはあったわ。聞くところによると、教練員に追放されたある学者が戻ってきたらしいの。しかも賢者たちは彼を恐れているようだった。教練員に対抗するため、私たちは彼らが何をしているのか具体的に知る必要があります。先ほど言った機密ファイルについて手に入れる方法はありませんか。リスクを冒してもいいならチャンスはあるわ。
私はこれでも大賢者の助手だから、プロジェクト以外のことは私が処理することも多いの。ただ、機密ファイルを手に入れても、それをアーカー社を通して君たちに送ることはできない。賢者たちはアーカー社の内部を常に監視しているから。そうね。一番原始的な方法を使いましょう。明日の夜、教令院の入り口に人を送って取りに来て。教令院の入り口？それはいくらなんでも目立ちすぎでは。安心して。罠じゃないかと心配しているのなら考えすぎよ。こっそり抜け出したりしたら、それこそ疑われる可能性が高くなるでしょ。だから少しの間衛兵の気をそらして、引き渡しを一刻も早く終わらせることが一番リスクの低いやり方なの。わかりました、信じましょう。ところで、この計画を終わらせれば、私は罪を償ったと考えていいのかしら。それは送信に聞くほかありませんね。送信、そうね。今回の件で危険にさらされたのはほとんどが送信の民だもの。知恵の神として学者たちを審判して導くのも送信。もしかしたら私もそろそろ神を信じるべきなのかもね。本当にナヒーダの言った通り、セタレの説得に成功したな。旅人の構成は実に巧妙だったわ。彼こそ一番のお手柄よ。時間は明日の夜と決まったし、今はセタレの方が順調に行くことを祈るしかないわね。祈る？そう言ったって、学者たちに加護を与える知恵の神はお前だろ。私？それは違うわ。学者たちに加護を与えるのは真理であるべきだと私は思っているの。さて、それじゃあ明日の夜、冒険者協会で会いましょう。どういうことだ？今セタレと話してた気がするが、セタレはどこ行ったんだ？眠っちゃってた。昨日夜遅くまで勉強してたからかな。すみません、何かご用ですか？
お前はあのキャサリンだよな。ええ、あなたの思っているあのキャサリンでしょうね。ちー、今晩は隠密行動しないとなんだぞ。キャサリンのふりを守らなきゃダメだろ。パイモンの言う通りよ。今晩の引き渡しが罠である可能性もまだ完全には否定できていないわ。万が一予想外のことが起きた場合、おそらく私の存在だけが私たちの唯一の切り札となる。私の意識が外部にいることは教令員もまだ確信を持てていないのだから。おそうだよな、そうだろうと思ってたんだ。とにかくそういうことだ。気をつけた方がいいと思うぞ。おかしい？何がだ？夜なんだから静かで当然だろ。もう疑心暗鬼になってるのかよ。彼の言う通りよ。確かに普段より静かね。言われてみれば町の人も明らかに少ないわ。これがシティ全体に起こっている現象なのかどうかはまだわからないけど。じゃあ本当に偶然じゃないのか。まさかセタレは衛兵を引き離しただけじゃなく、シティにいる人をさっさと寝かせてオイラたちに道を開けることまでやってのけたのかよ。違和感の原因は私にもまだわからない。でもここまで来たんだから、とりあえず約束の場所に行きましょう。おう、お前がいるから、ちょっとは安心できるぜ。本当に人が少ないな。教令院の入り口もこれくらい静かで、衛兵もセタレに引き離されてるといいんだけど。戦した英雄を迎える歓迎の儀ほど盛大なものはなかろう。あなたは教令院の追放者。いかにも。だが今は皆に博士と呼ばれている。あの女研究員ならとっくに監禁室だ。自身に仕掛けられた盗聴器にすら気づけないとは、一学者として持つべき慎重さを欠いていると言わざるを得んな。スメールの民に一体何をしたの？潜在意識に情報を投入できるようアーカーシャ端末を少しばかり改造しただけだ。熱狂的な民たちはこの旅人が世界を救ったばかりの英雄だと信じきっている。実験は成功だ。そして人々は今にも自らの情熱を抑えきれなくなりそうだ。どうするんだよ、みんな一般市民だぞ。行ってシティの外へ。でもあいつはファトスなんだぞ。お前を置き去りになんか。私もスメールの民を放ってはおけない。
大丈夫、シティの外で会いましょう。ほう、自らの意識を使い全員の思考を占拠したか。それほど強大な意識体とは。なるほど、知恵の神だな。ここまで来れば安全だよな。はぁ、よかったぜ。ナヒーダ、大丈夫かな。オイラたちはナヒーダのおかげで逃げられたけど、まさかこんなところで今まで会ったこともないファルイの執行官に会うなんてな。しかも順位も第2位ってかなり高いぞ。博士、名前は前に聞いたことあるよな。セタレもかつて追放された学者が教令院に帰ってきたって言ってたし、賢者たちですら恐れるっていうのはどうやら博士のことを言ってたみたいだな。そうだな、こうなるとスメール教令院が単体で何かを計画してるっていうより、ファルイと教令院が手を組んで何か悪いことをしようとしてるってことか。でも今度は一体何をしようとしてるんだ。やっぱりまた神の心か。おう、ナヒーダの力があればいろいろ便利だしな。あの時シティの外で会おうって言ってたけど、まさかこのまま何もしないで待つわけにもいかないよな。え、それって、あ、そうか、オイラたちがアビディアの森にいた時、ちょうどあいつをプロジェクトに誘う賢者を見たんだよな。多分同じ賢だぞ。あの時ティナリはきっぱりと断ってたけど、何か知ってる可能性もある。そうと決まれば早くガンダルバー村に行こうぜ。旅はいつか終わりを迎える。金髪の旅人に空を飛ぶ小さな精霊、間違いないらしいな。周りを見てみろ、お前たちは我々の待ち伏せにあったのさ。お前たちは三十人団の奴らか。オイラたちを捕まえに来たのか。三十人団、あの骨折り損ばかりの雑用係のことか。あんな上の犬などと同じにしてもらっては困るな。俺たちはスメールでもトップクラスの報酬を得ているエリート傭兵団だ。今回は追放者という方からの依頼を果たしに来た。追放者？教令員の追放者か？でもオイラたちを捕まえたいならなんで直接ファデュイに頼まないんだ？めちゃくちゃ話す余裕があるとは、よほど命が惜しくないと見える。隠れ！おいらたち！
裁きのイカジ。ほれ。くらえ。トン。ほれ。よ、よ、くらえ。そこだ。ほれ。は、いや。他にも待ち伏せしてたやつがいたみたいだぞ。トン。そこだ。確かに厄介だな。これが傭兵の中のエリートってやつか。そうだな。今後も警戒した方が良さそうだ。でも、博士って怖いやつだな。オイラたちがティナリのところに行くこともお見通しで、ここに待ち伏せさせたのか。頭のいいやつを相手にするのって大変だぜ。引き続き進もう。ここからの取材はこの辺りの質問だ。あれ、旅人にパイモン、どうして戻ってきたんだ。ホレイ、また会ったな。元気だったか。私は正直あまり良くないんだ。最近マリン病の悪化が加速してきててさ、細かい作業とかをこなすのが難しくなった。だからティナリ師匠もパトロール任務には来なくていいって、残ってみんなの手伝いをすることだけ許してくれたんだ。そうだったのか、コレイ。ところで、ティナリはどこだ？パトロールか？オイラたち、あいつに用があって来たんだ。師匠は、つい最近、アビディアの森を離れて、パルディスティアに行ったよ。え？ティナリがここを離れたのか？でも、ティナリはずっとアビディアの森を離れることを嫌がって、賢者の誘いですら断ってただろ？私もおかしいと思ってるんだ。師匠はずっとレンジャー長の仕事を重視してた。そう簡単には離れようとしなかったのに。今回はすごく急いで出て行ったんだ。うん、何も。それどころか、ここを立ったことすら書き置きで知ったんだ。いろんな業務とかスケジュールについても書いてあった。あんなに急いで行ったってことは、きっと一刻を争うようなことが起きたんだと思う。師匠は以前教令院の正論派で学んでたんだ。パルディスティアイはその正論派の研究基地みたいな場所で、研究に使う珍しい植物をいろいろと植えてるらしい。師匠はレンジャー長になる前、パルディスティアイで長いこと学術研究をしてたんだ。研究基地か。ティナリは一体どんな研究をしようと思い立ったんだろうな。時間もないし、そのパルディスディアイってところに行ってティナリを探そうぜ。あ、うん、私は大丈夫だ。マリン病の症状になんかとっくに慣れてる。師匠に会ったらよろしく伝えといて。おう、分かったぜ。じゃあな、これいい。あの時からお前たちには正直になるって決めたんだ。だから私の病状も隠さず話しただろ。心配するな、大丈夫だ。
だぞ。おい、感動的な再会の雰囲気を壊すなよ。タイモン、今の私を警戒するのはとても賢明な判断よ。何せ博士は人の意識を操るような力を見せたんだもの。別れてから私と博士に何が起こったのか、あなたたちは知らないでしょ。災害レベルの暴雨の後は地面に溜まった水が空に見えてしまうことと同じだわ。確かにこんな変な比喩を使えるやつ、本物のナヒーダぐらいしかいなさそうだな。私は別に信用を得るために今の話をしたわけじゃないわ。ただ、より簡単に理解できるようにと。まあまあ、もうわかったから。ナヒーダ、オイラたちが離れた後、何が起きたのか教えてくれよ。あの市民たちはどうなったんだ？あなたたちが離れてから、私は全力で、すべての民の意識を修復していたわ。幸い、博士の言っていた、情報を潜在意識に投入するというのは、脳に直接書き込むわけじゃなくて、人々の脳裏に幻覚を作り出すようなものだった。だから、私の今の力でも解決できたの。彼が私をコントロールしようとした瞬間、全員の意識修復が完了した。だからすぐに、意識転移を使って、その場を逃れたの。ふぅ、博士の不意打ちなんか予想してなかったからな。ナヒーダがいてくれてよかったぜ。それほどよくもないわ。人々の意識を修復する過程において、博士は私の本当の身分を見抜いたわ。これで、私たちの切り札が、また一枚減った。それに、彼にアーカーシャ端末を改造する力があるのなら、私の意識を捕獲するのも時間の問題かもしれない。じゃあ、もう今までみたいに自由に意識を転移できなくなったってことか。一体どうすれば。あいつは今教練院にいるし、確かにまたアーカーシャに細工するかもしれないよな。なんだかもてあそばれてる感じだ。厄介な相手だぜ。それに噂じゃ、博士は単純な武力だけでも確実に第2位の座につけるらしいぜ。まだ落ち込むには早いわ。突破口を探しましょう。おう。そういえば、ナヒーダはどうしてオイラたちがパルディスディアイに来ることを知ってたんだ？お前もここで待ち伏せてたのか？ええ。私は旅人の元素力を感知することができる。力の移動する方向を頼りに場所を推測したの。あなたたちも観光のために来たわけじゃないんでしょ？何か手がかりを見つけたの？オイラたち、以前知り合った学者を探しに来たんだ。ティナリって言うんだけど、前に賢者に勧誘されてるのを見た。ナヒーダも一緒に行ってみるか？え、行くわ。その彼を巻き添えにせずに済めばいいのだけれど。
よく知っているお友達です。ここに来てからというもの、私と話をしてくださる方はほとんどいませんでしたわ。本当にちょうどいいところに来てくださいました。ハイパシア喜びすぎだぞ。ところでアビディアの森を離れるなんて、もう森で修行しなくてもいいのか？いや、待てよ。もしかして修行が終わってもうパリプーナライフに入ったのか？どうでしょうね。私、意識の中で神に会いましたの。本当か？よかったじゃないか。あなたたちとこの崇高な喜びを分かち合うことができるなんて、なんと素晴らしいのでしょう。神と意識を交わすことができたあの瞬間は、比類なき至高の体験でした。そんなにすごかったのか。そうなんですの？あ、少し待ってくださいな。あなたたちとの約束を忘れていなくてよ。あの時、もし私が真の知恵を手に入れたら、あなたたちがかつて世界中で見たものを説明できるかも、と言いましたでしょ？今の私は、知恵を手に入れただけではございません。あなたたちの意識と神の意識をつなげるお手伝いだってできますのよ。そんなことができるのか？聞いたことはないわ。でも、試してみたいのなら、私はあなたの意識を全力で守る。少し待っていてくださいな。パラハームを少々持ってきますから。これは、必要不可欠な儀式なんですの。またあのお香か？さて、では、私の手を握ってくださいませ。意識をつなぐ通路を作ります。ええ。準備はよろしいかしら。かつて三度も裏切られ、この世は欺瞞に満ちたまやかしに過ぎないと知った。僕の怒りが静まることはない。一度目が神、僕の創造者、僕の母。それは力に左右され、役立たずの僕を捨てた。二度目が人、僕の家族、僕の友人。それは恐怖に縛られ、僕を忌まわしいものとみなした。三度目が同類、僕の機体、まだ羽の生え揃わぬ鳥。それは寿命に支配され、僕との約束を破った。人は信用できず、神は憎しみを与えるから、僕は全て諦め、人の世の一切を否定し嘲笑う。二度と胸の内を世俗に染めはしない。卑劣な人の感情も捨てた。僕の空っぽな部分は、生まれたばかりの真っ白な巻物のような、神聖に満ちた至高なる神の心で満たされる。恐れずとも、痛みはほんの一瞬だ。君たちの時代は今終わる。
たちが見たのって、ザンヒョウの過去なのか？いろんな情報が重なったぞ。でも、ハイパシアの言う神が、ザンヒョウなんかと何の関係があるんだよ。ご覧になりましたか？感じましたか？崇高なる神、崇高なる意志、崇高なる感情を！はぁ、残念です。本当に残念です。私のこの胸の中で鼓動しているのは、ただの汚い人間の心。神よ、どうか私に慈悲を、私に救済を。気づいているかしら。これは、パリプーナライフなんかじゃないわ。おそらく。どうして怒鳴りつけるのですか？どうしてあの方たちは、私を避けるのです？私は、神の知恵を手に入れたのですわ。褒められるべきではありませんか？暗闇の中で探索を続け、光を見つけたのですよ！ハイパシア。そうあるべきですのに。いえ、お待ちを。まさか。私は気が狂ったのですか？待って！あたりがおかしいわ！また旅人本人なの？さっきまでずっとナヒーラがお前の体を操ってたんだ。キャサリンの人形が壊される直前に意識を急いでお前の体に移したみたいだった。そしたらティナリが騒ぎを聞きつけてやってきて、一緒に傭兵たちを倒してくれたんだ。それでここまで逃げてきたってわけだ。交換？もしかして、お前の意識も、ナヒーダの体に入ってたのか？それで、ナヒーダの意識はどうなったんだ？今、どこにいるんだよ！意識をこうして自由に転移させられるなんて、この目で見てなかったら、信じられなかったよ。これは、まだ人が到達できる範疇のことじゃないだろうね。そうだ！さっき逃げるとき、君の肉体に入っていた意識から君への言伝を頼まれたんだ。彼女はこう言っていた。博士はすでに意識を閉じ込めておく方法を見つけた。もう同行はできない。けれど、たとえ月のない夜でも星の光は
虚言と嘘を突き破ることができる。これでナヒーラは完全にスラサタンナ聖書に閉じ込められたってことか。まずいぞ。ナヒーラが言い残したのはそれだけか。わけがわからないぞ。そっか。博士はもうナヒーラの意識を捉えてるから、ナヒーラが何を言ったかわかっちゃうんだもんな。慎重なんだ。たとえ月のない夜でも、星の光は虚言と嘘を突き破ることができる。月と虚言と嘘は、過信探祭の時の錬金占いだよな。星の光も、ナヒーラが前に使ってた比喩だったような。確か、セタレに関係があったか？おお、そういえばそうだったな。つまりナヒーダは、砂漠に助けを求めに行けって言いたかったのか。でも、ナヒーダがいない今、オイラたちだけで大丈夫かな。ハイモン、今スラサタンナ聖書って言った？君たちの言うナヒーダ、つまり旅人の体の中にいた意識はもしかして創神様なわけ？確かに合ってるけど、今は複雑な状況でちょっと説明するのが難しくて。いや、大丈夫。学者の好奇心は何も、時と場所を完全に選ばないわけじゃない。状況がどれほど複雑なのかは、ちょうどさっきこの目で見てるしね。君たちとはひとときを共に過ごした仲だし、クラクサナリデビ様も君たちの味方みたいだから、僕は君たちを信じるよ。おう、ありがとな、ティナリ。そうだ、オイラたち前から聞きたかったんだけど、賢者たちの進めてるプロジェクトについて何か知らないか？それが、僕は確かにプロジェクトに参加しろって誘われたけど、賢者たちは一切その詳細を話してくれなかった。だから断ったんだ。僕が知っているのは、プロジェクトが世界樹の修復と関係してるかもってことだけ。ナヒーダと意識を交換してた時に何か見たのか？え？根拠は？そうか、なるほど。道理でハイパシアの症状が以前の狂った学者たちとは違うと思った。今生まれようとしてる新たな神の意識に触れたからだったんだ。ティナリはハイパシアのためにアビディアの森を離れたのか？そう、ハイパシアの精神の異常に気づいたんだ。だけど症状が特殊だったから、こっそり彼女をパルディスディアイまで連れてきて、彼女を元に戻す方法を探ろうとした。そうでもしなければ、今頃彼女は、マハマトラたちによって、砂漠のアール村に追放されていただろう。ところで、僕も以前から、教令員がクラクサナリデビ様を軽視していることは知っていたけど、まさか、新たな神の創造なんて、傲慢でうぬぼれたことをしようとしてたなんてね。誘いを受けなくて正解だったよ。博士と残票、ファデュイの執行官が二人もスメールにいるのか、先が思いやられるね。でも君の説明からすると、プロジェクトはまだ完全には終わってない。つまりまだ奴らを止める余地はあるってことだ。新たな神の創造と世界樹の修復に一体どんなつながりがあるのかな。
賢者たちの目的は未だにはっきり分かってないんだよな。おう、今ある情報もだいぶ整理できたしな。まずは行動しようぜ。ティナリ、何か考えはないか？僕はひとまずここに残る。ハイパシアの方も何とかしてあげたいしね。砂漠に行くならまずはキャラバン宿駅に行くといいよ。あそこが砂漠地帯へ行く一番便利なルートだから。何か僕に手伝えることがあったらここまで来てくれ。君たちに知恵が訪れますように。おう、ハイパシアが良くなるといいな。それじゃあまたな。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた儲けてないで来い。え、こっちだ。アルハイゼンはあっちだ。早く追いかけようぜ。一体何が起こったんだろうな。いうことだ。あいつはどこに行った？くそ、さっきまでここにいたのに見失うとは。エルマイト旅団？今回は誰の手先なんだろう。オイラたち、つけられてたのか？油断しすぎだ。あの尻尾たちの尾行の程度なんてたかが知れている。すぐ気づけただろうに。
礼はいい。俺はそういった人情や貸し借りには一切興味がない。見かけたついでに間違いを正しただけだよ。教令院で身についた習慣とも言えるな。こんなところで会えるなんてな。アルハイゼン、さっきはオイラもびっくりしたぞ。前にオルモス校で別れてから教令院に行くって言ってたよな。いや待てよ、お前もしかしてオイラたちを捕まえるために教令院が送ってきたわけじゃないよな。ほう、どうやら教令院と揉めているようだな。遅かれ早かれこうなるとは思っていたが、俺が君たちを捕まえようとしているのなら、今頃君たちはとっくにエルマイト旅団の手に渡り、俺が手柄を立てるのを指をくわえて見ているだけだったと思うが。うん、それもそうだな。賢者のプロジェクトを手伝うのは俺の課題じゃない。学者として俺は研究実践を追求する派だ。近頃は賢者よりも君の方に興味があるな。そういうわけじゃない。実は未だに神の缶詰知識を追っているんだが、あいにく行き詰まっていてな。神の缶詰知識は砂漠地帯からオルモス港に流れ込んだと言われているが、もっと深く探るには出どころを突き止める必要がある。それと君に興味を持っている理由、それは以前アフマルの目のボスが君の前で神の缶詰知識を使った時、君は彼の様子を見て複雑な表情で深く考え込んでいただろう。俺が思うに君は何かしらの情報を隠しているはずだ。それについて話してくれないか。アルハイゼンってすごく鋭いんだな。そんな細かいことまで覚えてるなんて。そうか。確かに俺も教令院のものだからな。立場的にも警戒するのは賢明と言えるだろう。だが少なくとも君は確かに何かを知っている。そうだろう。構わない。直接答えをもらうより俺は自分で調査する方が好きだ。ところで君たちも砂漠へ行きたかったのか。ああ、お前と同じだ。でもこれといった目的地はまだないな。ならまずはアール村に行くといい。あそこは砂漠で最大の集落だ。情報も資源も多い。どうだ、一緒に行くか。知ってる人が旅の仲間になってくれるのっていいよな。それじゃあ行こうぜ。